に15年間ありがとうございました。そんなことが、ここまでサッカーを続けられたのも本当に両親、そして妻、皆さんのおかげだと思っています。これから FC 岐阜は大きく変わるとしています。その中で多分うまくいかないこともあると思いますけど、そこを支えてくれるのがファン、サポーター、スポンサーの皆さんです。時には厳しくてもいいんです。ブーイングしてもいいんです。それでも愛情を持って FC 岐阜を応援してあげてください。15年間ありがとうございました。